ウンダーベルクとは、ドイツ発祥の混成種である。1846年に、ドイツのノルトベストファーレン州ラインベルクで、フーベルとウンダーベルクが生産を開始した。アルコール度数は44%、エキス分1.5%、20ml 入りの小瓶に入れられて販売されているのが特徴。小瓶のラベルや外箱にある説明書きによれば、 43カ国から集めたハーブ類を使用しているとされている。この各地から集めたハーブやスパイス類を酒に配合することによって製造される。ウンダーベルクの場合は使用する酒として中性スピリッツが選択されており、それに紳士することで作られているのだが、すべてをまとめて中性スピリッツに紳士してしまうのではなく、素材に合わせて冷たい中性スピリッツに浸して、 任意の期間付け込んでおく霊心脂肪と温水に浸してそれが冷めたところで中性スピリッツを加えて任意の期間付け込んでおく温心脂肪とを併用することで成分を抽出している。心脂期間は小瓶のラベルや外箱にある説明書きによれば数週間とされている。この後霊心脂されて作られた薬味脂と温心脂されて作られた薬味脂とをそれぞれ露化し、 つけていたハーブやスパイス類を取り除いてできた薬味酒を混合した後、約9ヶ月間損熟成を行う。なお、この損は、小瓶のラベルや外箱にある説明書きによれば、スロベニア地方産の菓子の損とされている。この損熟成を終えた後、露過を行ってから、小瓶に詰めて出荷している。ありがとうございます。